新年明けましておめでとうございます。新井家具別途館の M 島です。昨年の12月の、8日から新井家具別途館の YouTube を立ち上げまして、まだ1ヶ月は経ってないんですが、たくさん多くの方に見ていただきまして本当にありがとうございます。今のところ20数本ですかね、動画の方をアップしまして、その中で店舗のセール動画なんかは、期間が過ぎたら、順次削除していってます。それでもたくさんの方にご視聴いただいて本当にありがたいと思う、最後の1年でしたね。12月はペット業界もね、昨年は山田電機さんと、大塚家具さん、こちらが大塚家具さんが子会社化するということで、大塚家具さんっていうのは、経営がだいぶ苦しい状態だったんですよね。一部の有名メーカーなんかは通常取引をやめて、もう駆け売りをやめるような形を取ったりとかですね、ほとんどこう資産を売却していっている中に、取引先自体も取引の内容を絞っていってですね、経営的にもだいぶ厳しい状態だったんですけど、山田電機の子会社になるということで、そういう資金繰りとかそういうことに関しては、最悪のシナリオをもう免れたかなという、12月にね、大きなニュースが入ってきました。今ちょうど一通りベッドの選び方とか、ベッドってどんな感じのものかとか、いろんなことを紹介して、でその後、今ちょうどメーカーですね、メーカーの商品をある程度こうピックアップしながらメーカーの紹介動画をずっと今撮っております。でその動画が一通り終わったら、業界のこととか業界の歴史とかね、いろんなことを今考えてますので、順次いろんな方面でね、このベッドを中心に家具の業界の話とか、皆さんがあまり知られないようなこととかも動画でアップしていきますので、興味のある方なんかはね、チャンネル登録していただいたら、順次アップするようにしていますので、その都度、お知らせが入ると思いますので、また登録がよかったら、そういうことに興味のある方はですね、チャンネル登録の方をまたよろしくお願いします。で、YouTube の中での、ご意見とかね、ご質問とかいうのは設けてないんですけど、何か聞きたいこととかありましたら、概要欄の方に弊社の、ホームページの、アドレス載せてますので、そちらの方でお問い合わせっていうコーナーがありますので、そちらの方からでも聞きたいこととかは聞いていただければ、またメールで、お返しするようにしますので、どうぞよろしくお願いします。昨年は業界自体も、波乱っていうこともないんですけどね、大変な1年だったんですけど、山田電機様と大塚家具さんの記者会見見てて一つ面白いなと思ったのが、山田電機の会長さんが、大塚家具は、大変利益率のいい会社に驚いてるというような、ところがありましたけど、大塚家具さん自体は、どうしても利益をたくさん取らないと、運営できないような体制になってるんですよね。だからどうしてもある程度利益率っていうのをたくさん取っていくような形にはなってるんですけど、新井家具別途館、別途館中心に本館その他の家具に関しましても、できるだけ弊社の方はその利益を皆様消費者の方に還元して、できるだけお安く提供できるように今年1年も従業員一同みんな頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。動画の方もよかったら、見ていただ
まあ、あの動画の方もよかったら、ね、あの見ていただいて、たまにセールとかですね、新しい情報とかもどんどんこう変えていきます。それと、まあ、業界の裏話、歴史とかいろんな項目で、今後あの動画をアップしていきますので、動画の方も重ねてよろしくお願いいたします。本年もどうぞ1年よろしくお願いいたします。皆様ご視聴の方どうもありがとうございました。